私の方から3点、申し上げます。まず第1点は、パキスタンの洪水被害に際して緊急人道支援の一環といたしまして、我が国から国際緊急援助隊自衛隊ヘリ部隊を同国に派遣をしておりました。8月31日から5週間にわたりまして、物資及び援助関係者の輸送活動を実施してまいりましたけれども、洪水被害の改善に伴ってパキスタン政府から我が国に対しまして輸送活動の終結に関する要請がなされたことを受けまして、10月10日をもちまして輸送活動が終結されることになりました。この援助活動はパキスタン国民及び政府から大変感謝をされたと伺っております。私が、国連総会でパキスタン外相と会談をしたときにも先方から感謝の言葉がございました。また国連やバンギムン事務総長、あるいはアメリカのクリントン国務長官からも自衛隊のヘリ活動に対する高い評価がございました。今後とも引き続き国際社会の一員としてパキスタンの復旧復興支援に積極的に取り組んでいく考えでございます。2番目でございますが、私の経済外交を進めていく上で、FTA、EPA あるいはマルチの、自由貿易体制の確立、そして、資源食料外交と合わせて三本柱の一つでありますインフラ輸出でございますけれども、一元的にこれをしっかりやるために、外務省の中にインフラ海外展開推進本部と、それからインフラ海外展開推進室を立ち上げることになりました。このインフラ海外展開推進本部というのは、私を本部長といたしまして、政務三役および関係幹部をメンバーとするものでございます。そしてこの推進本部には事務方から定期的な報告を受けて、今後の方針および必要な調整を検討そして決定していきたいと考えております。それからインフラ海外展開連絡会議というものは、これはインフラ海外展開に関連する情報集約共有のために、事務レベル、これは経済局参事官主催でございますけれども、連絡会議を設置し定期的に開催をするということになります。この重要案件に関する最新の状況や取り組み状況等について、これは在外公館からの情報も含みますが、報告を受けてそして取り組みについて議論を行うということでございます。そのためにインフラ海外展開推進室というものを設けたいと考えております。3点目でございますが、アフリカのですね、エウズ・ベナン共和国の外務大臣が10月7日から11日まで、外務省の賓客として来日をされます。本年はベナン独立50周年および日本ベナン外交樹立50周年という節目の年でもございまして、エウズ外務大臣の来日によりまして両国間の関係をさらに強化をしていきたいと、このように考えているところでございます。私の方からは以上です。それでご質問のある方どうぞ。じゃあ西岡さん。すみません、毎日新聞の西岡です。今回ブルッシェルで日中首脳会談が開かれて、改めて戦略的互恵関係の進展が確認されました。この会談に対する大臣の評価並びに、そのこじれた対中関係の修復には何が必要と考えられるのか、ご所見をお願いします。はい。今朝ですね、6時台だったと思いますけれども、福山官房副長官、
及び菅総理大臣から電話がございまして、日中の、首脳会談、会談というか立ち話といいますか、双方に座ったという話でございましたけれども、25分ぐらい話し合いを行ったという、報告をいただきました。これの中で、もう一度日中間の戦略的互恵関係というものをしっかりと確認をして、そして、関係改善のためのハイレベルでの、協議を行うと、いうことでございまして、機内からの政府専用機内からの電話でございましたので、あまり長い話はございませんでしたけれども、帰られてきてからまた公邸で、今後のあり方についてお話をしようと、こういうことでございました。いずれにしても首脳レベルで話をされてですね、そういった糸口を目に見える形でやられたということは良かったのではないかと思います。我々は外交レベルで今までいろんな取り組みをしてきておりますけれども、総理のこういった首脳会談を受けて、また総理からのご指示も受けてですね、具体的に外交ルートでどう今後動いていくかということは、外務省で決めていきたいと考えております。関連してご質問のある方、じゃあ岩上さん。フリーランスの岩上フリーランスの岩上です。関連して、日中関係について、ご質問させていただきます。2日だと思いますが、枝野幹事長代理が、埼玉市内の講演で、中国に対する厳しい認識を表明したと。でそれについてですね、お考えを、確認するために昨日岡田幹事長に、ご質問させていただきましたが、幹事長もですね、大変厳しい認識を示しまして、法治主義の国家ではないという言葉はそのままオーソライズするようなことをおっしゃいましたし、またここが重要だと思うんですけれども、経済関係、経済的なパートナーシップを築く企業に対して、それは企業の判断であるということで、国家としてそれはその、法治主義のでない国と経済環境を保つというのはですね、いかがなものか的な、非常に今までおっしゃっていたですね、経済関係を深めるという話から少しずれているような変わってきたような、ことをおっしゃいました。この点、党政府としてですね、どのようなお考えでいるのか、これから日中関係、とりわけ経済関係どうなっていくのか、もう一度ご確認させてください。はい、岡田幹事長、また枝野幹事長代理のご発言についてすべて詳細に私はフォローしておりませんので、それを受けての発言にはなりませんけれども、私は日中両国というのは、隣国としてですね、これからもやはり経済活動も含めた戦略的な互恵関係をより深めていかなくてはいけないという認識に立っております。今年でおそらく中国の GDP は日本を抜いて世界第2位になるということでありますが、ということは世界2位の経済大国が協力をし合うということは、両国間のみならず他の地域への効果も含めて極めて大事だというふうに思っております。そういう意味ではお互いが冷静に対応して、そしてさらなる協力関係を強めていくということは、私は大事なことではないかと思っております。一方で、今回の我が国の当然の主張に対して、過剰とも言える反応がいくつかあったわけでありますけれども、これについて党派では確認を求めていることもございます。例えばレアアースについては、今日大畑経済産業大臣が記者会見で発表されましたように、いまだにですね、この
輸出が再開をされていないものも見受けられるということでございます。これは経産大臣が公表されたことで、経済産業省が調査をされたことでございますけれども、レアアースを取り扱う31社全社から中国からの輸出に支障が生じている旨の報告があり、一部輸出許可申請が受け付けられた、改善が見られたとの情報はあるが、実態上輸出が再開されたと判断できる状況には至っていないということであります。その他の品目について424社の回答企業中124社、242件から遅延等が出ており、そのうち少数8件であるが遅延が解消したと。つまり遅延が解消したのは少数であって、いまだかなり大部分は遅延が生じているということであります。これについて我々は外交ルートを通じて、遅延の解消を求めておりますし、仮にこれは国が何らかの間に入っているということになれば、WTO 違反になるわけでございまして、そういう意味ではですね、言うべきことはしっかり言うということが大事だと思いますし、また今回の事案のようなことでですね、経済的な活動というものが妨げられるようなことがあってはいけないと、このように思っております。しかし経済活動は企業が行われることであり、さまざまな観点を考慮して、経済活動をやっていくということが企業においては求められていくというふうに思っておりますので、その点はですね、今回の事案もしっかりと留意して、企業は自らの責任で経済活動をしっかりやっていただきたいと思います。しかし、元に戻りますけれども、中長期的な観点からすればですね、しっかりとやはり戦略的な互恵関係を進めていかなくてはいけないと思っておりますし、我々としては再発防止というものも含めた門戸は常に、私の方からは、私どもの方から開けているということは中国にも申し上げたいと思います。日中関係で関連した質問、じゃあ今手を挙げている方。すいません、朝日新聞の山口と言います。今回の日中会談なんですけれども、会議が終わった後ですね、行われたという話なんですけれども、日本側もしくは中国側からですね、事前にもし機会があればやりましょうか、もしくはやりませんかという働きかけが双方どちらから、もしくは両方からあったのかどうかということの確認と、もしそうではない偶発的なものだったとするとですね、これは菅さんもしくは温家宝さんに直接聞かないと分からないのかもしれませんけれども、会議が終わった後お二人が目を合わせるか顔を合わせるかの雰囲気の中でですね、どうしてその会談をお話をしましょうかという雰囲気になったと、前原大臣の立場で推察拝察をされるか、大臣のお考えをお聞かせください。外交関係というのは様々なチャンネルで、行っていることでございますし、今回どのような形で行われたかということについては、これは我々の外交に関わることでございますので、コメントは差し替えたいと思います。日中関係で他にご質問のある方。じゃあ酒井さん、はい。産経新聞の酒井と言います。会談なんですが、尖閣諸島について、温家宝首相は自国の領土であるということを主張したようで、で菅さんはその日本の領土問題は存在しないという主張で平行線だったようなんですが、相変わらずそういう主張をする中国に対して大臣の認識はいかがでしょうか。ことあるごとに申し上げておりますけれども、歴史的に見ても尖閣諸島は我が国固有の領土であり、中国が領有権を主張し始めたのは、資源があるんではないかと分かり始めた1971年であります。東シナ海には領土問題は存在しないというのが、我が国の一貫した立場でございます。関連してご質問のある方。じゃあ手前で今手を挙げている方。NHK 奈良でございます。
点を伺いしたいんですけども、先ほどの FCCJ の講演の中でもですね、日中の戦略的互恵関係の再構築に向けて取り組んでいきたいというふうに大臣おっしゃっていました。これまでの日中関係というのは、尖閣の問題を受けてですね、若干このような状況になって、半ばフラジャイルなところもあったと思うんですけれども、より進化させる、もしくは重層的にしていくためにですね、何かこういうことをやっていきたいというふうに大臣のイメージはどういったことをお持ちなのか、また再発防止、もしくはその何らかの合意が必要だという発言もありましたけれども、どういった形でその合意なり、というものを中国と形成できるというふうにお考えでしょうか。ステップバイステップで、物事というのは進めていかなくてはいけませんし、外交の原則というのは我が方の立場というものはしっかりと伝えて、その上で、一致点を見出していくということだと思いますので、そういう意味では、あまり焦らずにですね、しっかりと話をする中で、お互いの合意点を一つずつ確認をしていくということが私は大事なことではないかと考えております。日中関係で、斉田さん。西日本新聞の斉田です。尖閣諸島のいわゆる領有権に絡む問題で、菅総理もベトナムの首脳会談をやられましたが、いわゆる南シナ海の、で同じように中国と領有権を持つ国々との連携についてはいかがお考えでしょうか。ASEANの国々、あるいは他のアジアの国々とはさまざまな形で連携を取ってまいっておりますし、大変重要な国々がたくさんございます。さまざまなテーマについてより連携を強めていきたいと考えております。時間の都合もありますから、他の質問を受けて、また時間が余ったら日中関係戻りますから、他の案件でご質問のある方、まず最初に手を挙げてください。じゃあ島田さんから。北海道新聞の島田です。北方領土問題についてお願いします。先ほどの講演の中で、北方領土に、外相レベルの政府高官が言っていることを承知されているけども、それとまた大統領トップが行くのとはまた話が違うというふうにご指摘されたと思うんですけども、その点についてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。北方領土は日本の固有の領土であります。そういう意味において、我々はこの問題を日露間の外交問題の大きな一つとして、今までも話してきましたし、これからもしっかりと話をしていかなくてはなりません。私の基本的な立場というのは、日露間で協力できる分野というのはしっかり協力をしていく、その実績と信頼関係の中で平和条約を結んでいくというものでございます。そういった考え方に立ったときに、ロシアにも、日本の立場を十分に理解をしてもらいたい、ということで、申し上げたわけであって、そのことで、誰が行くかということについては大きな違いがあるということを申し上げたわけであります。北方領土関係で他にご質問のある方、じゃあ、日中関係以外で質問のある方、斉田さん、もう一度じゃ。西日本新聞の斉田です。パキスタンの国賓隊の件です。パキスタンの国賓隊の国際緊急援助隊の件です。今回の派遣は、法律の制約があって、いわゆるその丸腰派遣と言われる、武器を持たずに派遣が行われました。今後国際協力の拡大というふうな中で、文脈の中で、こういう武器の形態だとか、もしくは武器使用基準について見直すお考え等はございますでしょうか。内閣府の東正造副大臣が、PKO のあり方、あるいはさまざまな国際貢献のあり方について、しっかりレビューをして、今後前向きに、検討したいというお申し出がありまして、私はそのお申し出については快諾をいたしまして、副大臣レベルで、議論していくということにいたしました。今おっしゃったことについては、そういった場でも議論をされるべきではないかと考えております。他にご質問のある方、じゃあ、
竹本さん。琉球新報の滝本です。よろしくお願いします。先ほど の講演でもありましたけれども、沖縄の普天間の問題で、2種類の、お詫びをしなければならないというふうにおっしゃられましたけれども、でやはりその名護市辺野古に戻ってきたことについての、お詫びということと、これまでの累積のお詫びということなんですけれども、その沖縄の中ではそのお詫びということを求めているわけではなくてですね、その問題の解決ということを求めているんだという観点から、お詫びという言葉に対して の違和感ということも沖縄の中であるわけなんですけれども、でその中で、ですね、その前、鳩山政権の中で、この普天間の移設の問題に沖縄担当大臣としても関わられた前原さんの立場からですね、そのなぜその辺野古に戻ったのかということの説明が一切なされてないということがまず沖縄の中で不満としてあるということについてですね、その辺野古に戻ったから申し訳ないからこれを進めていくよということではなくてですね、なぜその戻らなければならなかったのかということをもう率直にお話ご説明いただきたいと思うんですが、今まで累次中山知事にも私からもお話をしておりますし、また前岡田外務大臣もお話をされていると思います、あるいは前平野官房長官もお話をされていると思いますけれども、中山知事はご納得をされていないんだというふうに思っております。これは我々が引き続き経緯とそしてプロセスについてもしっかりと中山知事に今後もお話をしていくということが大事なことであり、ご納得をいただけるまで、しっかりとお話をしていきたいと、このように考えております。ちょっと最後に日中関係以外でもう一問だけ受け付けますけれども、じゃあ竹内さん。東京新聞の竹内でございます。民主党の沢一郎前元幹事長に対しまして、検察審査会が2度目の起訴相当の議決を出しまして強制起訴されることが決まりました。でこれが今後の国会の審議に与える影響、あるいは、小沢さんご本人、あるいは党執行部が今後その小沢さん自身の処遇に関してどのような判断をすべきだと大臣はお考えになってますでしょうか。はい、検察審査会制度というものは国民の目線に立って、私は国民から選ばれた方々がご判断をされる仕組みだという認識を持っておりまして、今回の起訴相当というものについては、小沢さんの今までの政党金の問題については、十二分に納得できていないという国民の声を思いを反映したものだと我々は真摯に受け止めなくてはいけないというふうに思っております。今後裁判を通じて自らの考えをしっかりと小沢さんには述べていただかなくてはいけないというふうに思っております。身の処し方についてはご本人が40年もですね、国会議員をやってこられたご本人が判断をされるべきことだと思いますし、党としては幹事長を中心にどのように考えるかということを今お考えのところでございますので、閣僚という立場で今それについて申し上げることはございません。それでは日中関係 の質問に戻ります。じゃあ今手前で手を挙げている方。世界日報の山本と申します。よろしくお願いします。今日 の外人記者クラブのご講演でも尖閣諸島についての歴史的経緯をご説明になりましたし、また今日の会見でも日中間でしかしその部分については平行線のままだということなんですが、やはりこれはもう少し外務省の方としてもその経緯、歴史的な経緯を詳しく啓蒙される必要があるのではないと思います、あるのではないかと思うんですね。それではウェブサイトには簡単にその概略が説明してあるんですが、外務省の方で1972年にお作りになった尖閣諸島についてという、ここちょっとその PDF 版なんですがあるんですけれども、この
外務省の情報文化局がお出しになったもの、これは非常に内容が詳しくて、あの大臣もご説明になったその地図の内容についてもそのまま出ておりますし、あと古賀ファミリーというような方々がそこでいろんな漁業を営まれたというような非常に具体的な内容も出てますので、これを外務省の方のウェブに載せられるお考えというのは終わりなのかどうかお聞きしたいと思います。あの大変いいアドバイスでございますので、早速考えてみたいと思います。あのしっかりと日本の立場を詳しく説明することは大事でございますし、先般国会での議論を受けて中国語についてもアップをしているところでございまして、より詳しくということで、非常に建設的なご提案だと思いますので、前向きに考えさせていただきたいと思います。それで誠にすみません、あの時間の都合もありまして、今まで質問してない方、最後の質問1問受け付けたいと思います。じゃあ今手前で手を挙げている男性の方。時事通信の吉岡と申します。大臣、最近のですね、講演等で繰り返しおっしゃっているあの門戸を開いているということについてなんですが、これ再発防止策についてですね、具体的に何か中国側にもすでに提案をしていて、そのレスポンスについて待っているということなのか、それとも向こう側から何か提案があるのを待っているということなのか、ちょっとその具体的なところをお聞かせ願いたいんですが。はい、まあ、さまざまな該当ルートでやり取りはしておりますので、詳細にわたっては述べることは差し控えたいと思います。すいません、誠にすみません、時間の都合もありまして、これにて終了したいと思います。それでは会見終了します。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。